ちゃったよじゃあまた埼玉県の続きしようかな。私は2年生の遠足で川越に行ったんですよ。そしたら私方向音痴じゃないのに方向音痴になってしまって、何回も道を間違えてしまって、約束川越に行かなきゃいけない時間に行けなくて、先生たちにとても怒られたっていう。仲間じゃないか仲間じゃない今日もね、私最近気づいたんですけど私トイレ入った時に出てこれないんですよ。なぜかというと、トイレって壁がどこもかしこも前も後ろも白じゃないですか、わかりますか。だからこっち白だったなって覚えとくと、出てきた時にあれこっちも白だ、あれあれ私こいつ、あーやばいやばいってなっちゃうんですよね。ない。だから何回も男性のトイレに入りかけてうんってなってるんだよね。出たくないね。気をつけて。気をつけます。じゃあ、はい、すごい今日はグダグダなトークですが、皆さんすいませんね、私たちの会話いつもこんな感じですそれでは次の曲はすごく頑張ろうっていう気持ちになれる曲です。